こんにちは。今日は2020年の、4月の、4日です。4日かな、土曜日です。私は今フィリピンの、サンパロックというところに、います。フィリピンはもうすでに1年と8ヶ月ぐらい、もう滞在してるんですけども、日本に戻るチャンスが3月の18日にあったんですけれども、飛行機が飛ばなくなってしまい、またここに戻ってきました。フィリピン、ドゥテルテ大統領の、アナウンスで、メトロマニラ、フィリピン全土今ロックダウン中です。なんかもうほぼ戒厳令に近いですね。お店はほとんどやっておりません。午後から、KFC とあとジョルビーが、オープンしてます。入店するには一人一人、体温計を測って、まあ、2秒で分かるんですけど、2秒で分かる体温計を測って一人一人入店できます。オーダーできます。あとは街の、なんせフィリピンはすごいですね。徹底してますね。ボランガイっていう、自治区があるんですけど、その自治区に入るには